あーどうも。あーどうも。あーどうもどうもどうも。いや、来ました。おめでとうございます。どうも、おめでとうございます。いや、でもまあ、うん、放送はもうされてるんですけどね。そう、もうすでにもうね。偽りのお正月は。正月バージョンがね。そう、放送されてるんですよ。偽りはね。しかしまあ、正月のテレビ番組も変わったね。見てたの？今年は見たね。俺、紅白も見ちゃったよ、今年。見ましたよ、俺も。見ましたよ。なんか最低の視聴率だったらしいね。今年。うん。ああそう、ジャーニーさんが怒っちゃったらしいもん。なんで？え、視聴率悪くて。あの、そう、視聴率が悪くて。ほんと？うん、だからベテランと、うん、いわゆる新人が、うん、なんていうの、うまいこと噛み合ってない的なこと。あ、そう、うん、そういう紅白にしなきゃダメだ的な。あれ、まあ怒ったんだよ、誰か。ジャーニーさんだって。あ、そう、うん、俺なんてテレビのさ、あれ投票までしちゃったよ参加するね参加するね、モダル君。参加型ですよ。いや、ほんで田舎の人なんであんな駅伝好きなの。自分の大学が出てるわけじゃねえのに。なんかさ、駅伝ね、何あれ。なんか俺も走るようになってから見るけどね、うん、でも応援する。応援しないけど、うん、最後がすごいずっと上り坂なんだよ。そうだね、他人事じゃなくてさ。なるほどそういうことか、うん、自分が走ってるから分かるんだ、うん、その辛さが。きついよ、あれ。そりゃ辛いよな。あと追われる身の辛さね。追われる身の辛さね。追われる身ね、うん、これだったらずっと追ってばっかだからさ、うん、いいけどさ追われる身の辛いと思うよ。一回ぐらい経験したいね、追われる身をね。したいね、うん、したいね明けましておめでとうございます。はい、ウィラードカラーコレクターズに乗り換えたハラムオンです。そんなことあんの？結構レアな現象だと思うけどね。まあ嬉しいですね、うん、以前のポッドキャストで車は、あ、昔は車に締め飾りをしたもんだというお二人の言葉を思い出し、先日近所のホームセンターで交通安全の締め飾りを購入、うんうん、綺麗に洗車し車に取り付けて札幌から函館まで、はい、片道250キロの道のりを締め飾りをつけて移動しました。はいはいはい、はい、往復500キロ9時間の間に締め飾りをつけた車に遭遇したのは2台。やっぱりね、最近はつけてないのだなと実感、うん、夫が思い出したのか、昔は旗がついたやつもあったよな、などと。あった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 、あった、はい、でも久しぶりにつけたらなかなか似合うし、お正月という感じでいいなと思いました、うん、写真添付します、はいはい、加藤さんは愛車のミニクーパーにつけていますか。腰もライブ行きます、うん、つけましたよ。おー、かっこいいじゃん。 BM ね。 BM につけてるよ。 BM につけてるとまたこれなんともこう。でも俺らもベスパーにつけてたもんね。つけてたよ、ゴータル君もつけてたね。つけてたよ、ベスパーつけてたよ。締め飾りいいもんだよ。 いいもんですよ、うん、最近でもあれだね、家の玄関とかも減ったね、締め飾り減ったね、うん、まあ、門松とかああいうのも減っちゃったしね、まあ、今年は特にやっぱ短かったからさ、うん、正月って感じは全くなかったね。俺も31日大晦日もうやばいと思って007見に行きましたよ。どうだった？まあ面白かったよ。まあ面白かった、うん、まあだってあれやっぱ年内に見ないとやばいなと思って。スターウォーズだよ、スターウォーズ。俺ノースターウォーズなんで。あ、ノースターウォーズって言ってたんですよ、ね、うん、そう、猿の惑星派って言ってたもんね。猿の惑星派って言うわけでもないんだけど、まあ正月の猿の惑星って言ってたよ、ね、今やんないね、うん、初詣行った？行ったよ。もう30周年のことしかお祈りしなかったよ、今年は。俺だってそうだよ俺大吉だったけど。大吉だったの、うん、俺、小太郎くんさ、うん、うちの近所の、実家の近所でさ、商店様って誰、うん、あ、言ったじゃん。あそこのおみくじはほら世界一厳しいおみくじって言われてるから、まあ少ないの大吉。今日が8割入ってる。あ、つらいね、それ。すごいよ。でうちの弟が引いたのか、うん、あなたは今年半分生きて半分死ぬって書いてあったね、ほんか。しかも古文みたいに書いてあるんだよ厳しい、厳しいですよ。その人ほんと具合悪くなったからね、その年。それ気分だよ、気分の問題だよ。いや気分っつったって、小太郎引いたらそうなっちゃうよ。大凶ってさ、大凶より嫌だね。嫌でしょ、微妙な、微妙な落ち具合が、うん、で4人引いたら今日ほんと半分ぐらいんだから。いやだ、引かなかったもん。おっかなくて、おっかなくて。あれだ、おみくじ2種類あってさ、100円と200円だったんだよね。あれ、おえ、どういうことなんだろうね、あれ。で、これでもどっち引いたの？100円だよ。でも、吉が言ったの？大吉。大吉、うん、で一番いいんじゃん。こう、町人来るって書いてあったんだよね。で、なる、誰が来るの？つまり30周年がこれいいってことでしょ。町人来るってことなんだ。なるほど、長期が来るわけじゃないよ。まあ、そりゃそうだよ。タマちゃんとか。それ待ってねえし、まず。でもいいでしょ、半分生きる半分死ぬって書いてあるより古文で。そりゃいいね。そうか。だからそういうのを買って、ね、うん、引いて頭きちゃうから、その後うちの方だとだるま買うんだよ、正月に。ほう、で、それの怒りが全部だるま屋に当たるの。ほう。
この5000ダルマと4000ダルマどこが違うんだよみたいな、うんうん、で大きさだよとか向こうも喧嘩腰だから、うんうん、あんま変わんねえじゃねえかってねこっちが言った向こうはじゃあ4000買えばいいじゃんみたいなもうすごいんだよ、だからそのダルマ屋が厳しいね、北関東の冬厳しいよ、そこでバトルが始まるんだからダルマで、値切って買わないとダメなんだよ、ネギ前提のね、ご利益がないって言われてるの、ネギった分だけご利益があるみたいに言われてるんだよ、かっかちですよね、そうそうそう、だからこんなの紙だろっつっちゃったもん、ね、そうしたらもう買わなくていいって言われてそう、うん、マジで最後はお願いして買ってきたけどね孝太郎くんね、あの孝太郎さんピザーラマン、ピザーラマン、うん、ライブ27日にあったでしょ、ありました、ありました、ありましたね、まあ、孝太郎さんほらもう前乗りまでしちゃって、うんうん、あの無人のシティボーイも見に行って、そうそうそう、エンジョイしてね、ね、ネギも食って、うん、今年のね、うん、ネギはあったかかったから締まりが悪いって文句さんと言って、そうそう、うまかったけどね、うまかったな、焼きがね最高だったよ、何がなかった生、あの違う違う、鍋の時にね、あ鍋か、いや当然美味しいんですよ、うんうん、美味しい、去年がうますぎたんだよね、なるほどね、うん、で俺たちはねステージ上で今年のネギはゆとりネギだからよっつって暴言まで吐いて、うん、はいはいはい、帰ってきたでしょ、はい、熊谷のライブのメールですねこれはね、はいどうも、本日はビザーエレメントスクービードゥの対バンライブにというより今ビザーエレメント終了後の転換中です、うん、始まった頃後ろからあら全部立ちなのかいという声が聞こえ振り向くと有料八百屋のおばちゃんがいました、うん、おばちゃんはエメラルドグリーンのコートに濃いグリーンのベレー帽というフレッシュな野菜を思わせるイデザーでした、そう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 ね、野菜ね、果物屋だから、他のファンから最前列を譲られても遠慮しながら若旦那を見つめるおばちゃん、うん、すぐ後ろにいましたが、うん、おそらくスピーカーの陰でリーダーは見えていなかったかと思います、見えたよ、前から2列目に来たの最後は、終盤にはノリノリで、うん、伊達直人では人差し指を上げて直人を夜空の星では手拍子を送っていました、うん、そうなんだ、とても楽しいライブでしたと、ヤスさん、なるほどね、おばちゃんいたもんね、前に前から2列目にいたよ、帰り際に小太郎君に伝えてくれって何ですか知ってんの、んあんたらおもんなのねって芸能界をしょって立つよって言ったの、今から今からね、今年最後のライブはビザーレメンの熊谷ライブ、お二人とも楽しそうで何よりでした、はい、あとモビーさんに花を持たせて盛り上げている気遣いがさすがだと思いました、あ、まあ、まああれなんで、ね、スクービードゥのイベントだからね、そう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 、帰りに横断歩道を渡ると年配の女性がお見送りをしてくれて、うん、気をつけて帰ってねと皆さんに手を振っていました、うん、あの方が八百屋のおばさんだったんですね、そう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 、さっき小太郎さんが来てくれたのをと嬉しそうに言ってました、今年最後のライブで温かい気持ちになれてよかったです、うん、ノンさんと俺さ最後帰り行ったからおばちゃんち、そうだよ、子供だって石原裕次郎のポスター持ってた、そう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 、真っ暗でさ、そうだよ、ドン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 って夜中に病院をさなるほど、来たって感じだよ、叩くぐらいの感じでした、うん、でもさ一番奥の部屋がさ、うん、明かりがついたんだよねそうそうそう、いると思っているっているよ、それ見に来たんだ、まあでもなあ、あの日はもういろんなことだったな、あのライブが始まる前にさ、うん、まあ、伊達直人と孝太郎くんが歌ってるからさ、はいはい、これはね、ちょっと、福祉施設にさ、うん、ランドセル持ってこうっつってさ、はいはいはい、孝太郎くんとさ、うん、俺たちね、うん、2つ男子用のランドセルをね、そう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 持ってったんだよね、はい、俺ね、孝太郎くんと30年ね、付き合い、うん、まあ、それ以上あるけど、はいはいはい、あんな高倉健に見えた時はないね孝太郎くんね、まず八木橋宮司さん、うん、孝太郎くん俺の順で入ってたんですよ、そうだね、うん、スリッパの履き方が違うもんね履いた後の小股で歩く感じ、あ、なるほどね、あれとかもう慣れてる感じなんだよね、なるほどね、うん、それでそのままさ、うん、職員室みたいなさ、はいはい、うん、通されたじゃん俺たち、はいはいはい、で、まあ、孝太郎くんが1個ランドセル、うん、俺が1個ランドセルって、はい、まあ、形的にはさ、うん、園長先生と対面で孝太郎くんだから、そうだね、三者面談になってんだよね、そうだねで、緑茶が出されたよね、そう出された、孝太郎くんあの時お茶とか飲まないよね、飲まないね、ひたすら緑茶をさ、うん、眺めてさ、ケン、うん、さんみたいにうなずくだけなんだよね俺隣でさ間が持たないじゃん、うん、でしかもうちの近所じゃんあの施設、そうなんだよ、ね、実家のそうなんだよ、ね、で俺あの道をさ、うん、子供の頃からよく通ってたのに、うん、まあ、施設は38年前からできてたらしいんだけど、はいはいはい、あ
れが施設だって気がつかなかったんだよ。なるほど、うん、それもあって、うん、いやこんな施設があの申し訳ないですって俺さ、うん、沈黙に弱い男だからさ、ね、うん、どんどん喋っちゃうでしょ、うんうん、はいはい、で喉枯れるからさ声枯れちゃうからどんどんお茶飲んじゃうでしょ食いてね食いてね飲んでしょなのに孝太郎がさひたすらさもう緑茶をただ見つめるんだけどさうんうんって俺の話をさ聞いてたじゃん聞いてたね。でそれでもさ沈黙はさ、うん、もうやってくるじゃんやってくるね。だって初めて会う園長先生でだし、まあ、そうだよ福祉施設だからなかなかね砕けた話もできないしさ。そしたらさ孝太郎君の隣にいたさ、うん、まあ、三者面談で言ったらもう父親だったよねそうだね。の宮爺が言った一言が余計だなと思ったんだよ、うん、覚えてない覚えてない覚えてないの、うん、なんつうの本当に覚えてないこと言う。聞けば思い出すよ。まず申し訳なかったっていう園長先生に謝り通して、うん、終わってシーンとした時に宮地がこうまずいと思ったんだろうね、うん、こう言ったんだよ、うん、ここに座っていられる古市孝太郎さん、古市孝太郎さんも中学2年生の時にご両親をもう亡くされましたね言って笑うとこじゃないんだけど笑うとこじゃないんだけどお前が笑ってるから言うけど、うん、でもですねこんなに立派になられたんですよって言ったんだよそれ覚えてない全然覚えてない。したら園長先生が孝太郎君の目を見てねこう言ったんだよ、うん、ああそうですかご苦労されたんですねと、うん、親がいなくても、うん、こんな立派な人間に育つんですねいい手本にさせてもらいますって言って言ったんだよ。それで楽しい孝太郎君はただ緑茶を見つめてってただうなってるだけでそれであれじゃん。それでもう間が持たねえと思って孝太郎君ともう帰りましょうっつってリハもあるしっつってそして帰り際に園長先生も言ったよね、うんうん、新1年生3人いるんですってランドセル2個じゃんそうで俺たち車乗った瞬間にさあと1個どうするっつってね宮地ランドセルいくらで買えるんだって孝太郎君いきなり言い出して研さんだなと思ったよそれでさ、学会に戻ったらさ、北君がさ、うん、昨日フィリピンパブ行っちゃいましたよ孝太郎さん、パンツ入ってない、パンツ入ってないって言われたんですよバカじゃねえのって思ってそれで、その話になっちゃったから、うん、俺、孝太郎君はもう、うん、ね、残されたランドセル1個のことはもう忘れてたと思ってたよ。あ、なるほど。翌日、ね、うん、宮地からいきなり午前中連絡来て、うんうんうん、先ほど孝太郎さんから残りのランドセルについてお問い合わせがあったんですよって言って孝太郎くん研さんだなと思ってあそう男の子か女の子か聞いておいてくれって言ってしかも色は何がいいんだって孝太郎くんが指示があったってねビザール面あれだねこれ、うん、あのシーズンになったらさ、うん、これランドセルチャリティーやった方がいいね。いや、やった方がいいね。やった方がいいね。これね、うん、ランドセルは6年間使うからそうだね、うん、やった方がいい。小田君がもうあんな真剣にランドセル探してると思わなかったから、ね、そうなんだよ。昨日宮地から写真入れてきたんだよね。これでいいですかってで、OK つったらキープよろしくつった。キープよろしくつった、うん、というわけでね、うん、まあ、その福祉施設のね、はい、新1年生は来春全員が新しいランドセルをね、よかったね、学校に行けるっていう嬉しいことじゃないの。本当だよね。ビザアルメのさ、機材いっぱいあるからさ、うん、機材車乗れないじゃない、うん、はいはい、で、孝太郎君、俺は新幹線で帰るんだからそうしかも、何終演もうな、3分後にはもう出てたじゃん。だって危なかったんだよ、ランコール結構押しちゃったから。で、何あれさ、うん、乗れたの新幹線。いや、結局ね、新幹線乗る前にノーマルのやつがね、乗れたんですよ。あ、湘南新宿ライナーみたいな変身電車が来たんだ乗れたんですよ、うん、ノーマルに。うまいこと。はい。で、グリーンで帰ったと。グリーンで。あ、いいね孝太郎君は。上にピッてやってね、うん、でそれであれでしょ、うん、もう帰って、そうか、次の日加山さんか。そうなんですよ。で、綺麗に仕事収まったんだ。その翌日にさらに緊急ナイトとか待ってたんですよ。緊急ナイトもあったの、うん、で、それでもそれも入ったでしょ。 3days なんですよ。で、俺のさ、ライブ収め、うん、あのピザーラマンだ。ピザーラだったね、うん、ピザーラで、帰りは俺機材車管理しなきゃいけないから。なるほどなるほど。畑君とね、うん、帰ったわけですよ、ええ。で、運転してね、うん、もういつもさ、孝太郎君さ、思い出したよ、うん、熊谷のライブって割と日曜日が多いじゃん。そうだね。でさ、うん、FM つけると必ず NAC5 でしょ、はいはいはい、ね、うん、松山千春が必ず喋ってるじゃん。あ、いつも聞いてたね。あ、いつも聞いてたね、それ、ね、うん、つけたわけですよ、うん、当然のことながら、うん、松山千春さん千春にね、千春をね、喋ってるわけですよ。喋ってる。したらね、うん、こう言ったんだよね、うん、こう途中で、階段登るぐらいに、うん、
今日はなっつって今日はなって今日はなって、うん、コロンビアのスタッフが頑張ってるから、うん、コロンビアのスタッフのリクエストを聞こうと思うんだなって言ったんだよ、うん、おーっと思ったら、うん、3人来てると、うん、つまり3枠あるわけですよ。なるほど、うんうん、誰がかかるんだって旗棒がもうそわそわしてるんだよこれさすがかかるんじゃないですかT シャツリボルシー来るんじゃないですかみたいな感じで、うんうん、ね、したら最初なんか全然知らない新人がかかったんだよね、うんうんうん、で俺も知らなかったの、うん、でまあ伸びしろあるなみたいな感じでこう喋ってたんだよ、はい、したら次もう2枠ですよ、うん、ね、うん、したら杉岡って名前が来たからたこれは来るぞとゆりか、そうこれ担当だからね、うん、これ来るぞと思って、うん、もう一人涌井っていう名前も聞こえたんだよね、うん、なるほど、杉岡涌井ってもう控えてるわけですよ。すごいねこれ、これ絶対コレクターズ来るでしょと思ってた、うん、そしたら杉岡が、うん、来たわけですよ、はいはい、コレクターズ、うん、まず、千原さんがこう言ったんですよ、うん、聞いたことないと、うん、コレクターズを、ね、でも杉岡のリクエストは世界だと思ってね、うん、かけるかと、うんうん、でもうコメントも少ないわけですよ、知らないから、ね、知らないからね、でかかった、うん、で、旗棒大早いレゴを発射ですよ完成かかったんですよこんな時こそ孝太郎さん乗ってて欲しかったですね飛ばしてんですよしかも27日の上りスターが空いてるからね、そうだよね、うん、ついてるから、うん、でかかったんですよ、うん、で6分ぐらいあるじゃん世界止めてあるね、でフルコラス、はい、あれかかったのフルコラスフルコラスですよ、うん、で杉井のリクエストで、うん、コレクターの世界止めて、うん、聞いてもらいましたみたいな感じで、うん、ね、うん、その後こう言ったんで一言、うん、長いなで間髪入れずにね間髪入れずに世界を止めてっていうよりは CD 止めてって感じで言って、その後、今流行りの BGM 的音楽だろで、93年っていうのを知って、うん、あ、昔の曲だなって終わっちゃったんだよあ、昔の曲だなって言って終わっちゃったんだよそれでも旗棒も蛇行したからね関越もう面白すぎてそれそうだ孝太郎さん乗ってたのなんていうんですかねこれって言って、うん、でそのまま行っちゃって、うん、でも最後にねさ、うん、旗棒がさ、うん、俺が落ち込んでるからさ励ましてくれたんだよな関越降りて外観の裏あたりで加藤さんでも今流行るの BGM 風っていうのを93年にやったってことは、うん、早かったんですよ面白いって言って、うん、俺のなるほど2015年は終わるんだよ郷田くん、ね、でいつもだったらね、うん、その後、うん、なりますの宴っていうのが待っててさ、そうだね、孝太郎くんの担々麺カレーっていう言葉でそうだよ、ね、全てが帳消しになって終わるでしょ、うん、はい、ところが孝太郎くんはもうグリーンでぐっすり眠っちゃって、うん、俺たちは取り起こされて、なるほど、はたぶんもう俺と二人じゃいかないじゃん、はいはい、じゃあお疲れ様でしたって軽くバーン閉めて地下鉄乗って帰って、うん、俺が最後に機材車回すっていうさなるほどね、うん、CD 止めてって言われちゃったかな長いなっつったね長いな長いなっつってまずいいなそれ聞かせたかったいい松山千春のオン・ザ・ロードって番組ねオン・ザ・ロードね、うん、でまあそれをきっかけにさ、うん、ね、うん、どういくのかなと思ったらさ、うん、ワークイって男はあれさっちゃんパパあれ、はい、本当に悪い男だね、まあそう次のさ、うん、3曲目ですよ、うんね、これは何だと思う、うん、吉井くんが松山千春の長い夜カバーしたでしょ、はい、それをリクエストしたんですよ。なるほど。しかも吉井くんの歌が長いところ長いくんだ舞台がオリジナルよ。なるほど。長いぐらい歌ってるから、うんうん、もう喜んじゃってじいさまが、うんだから分かってるなってきたつまり歌謡曲の心分かってるなってきた感じでもう俺たもう大義ですよ。なるほどね。でも俺もう耐えられなくなって、うん、もう杉岡にメールしたからね、うん、お前よけなされてこれでマイナスプロモーションじゃねえかって、うん、したら、うん、向こうから送られて杉岡から返信来たんだけど、うんうん、30周年にも触れてなかったですねどんなね、うん暗い関越だったか分かるでしょ、小太郎くん。分かるね。これ、そんな、でもいいじゃない、そんな大御所の人がかけてくれたんだから。まあそうだね。まあかかればプロモーションか。こう、3曲並べて聴いたんだけど、うん、明らかうちのバンドギターがやっぱでかいね。ああ、そう。うん。ラジオで聴くと、うん、かなりやっぱロックだね。やっぱそうだよね。う
やっぱこう歌謡ってさ、やっぱ歌がもう2分ぐらい前出てるじゃない。そうね。で後ろのこうオケの感じが見えないじゃん。しかも昔シングルカットの時 A メロのギターきったりしてるからね。そうそうそう、そうでしょ、うん、それがもうバリバリ出てるわけですよ、ストーンローゼスバリに。なるほど。で長いから、長いからね、うん、長いなって。また世界を止めてが出てんだよね。そう出てんだよジンがね。そうだから俺ね、最後に小太郎くんね、うん、もうクラプトを彷彿させるようなギターソロにね、うん、千春さんもね、うん、震えるかと思ったんですよ。ガンガン響かなかった。だからやっぱね、ドリアンスケールでいかなきゃダメなんだ。あれダメなんだよねそっか、まあそんなね、年末を過ごしたんだよ。そっか、じゃ響かなかったかな。響かなかったね、リスナーには、うん、分かんないよ、でも何が響くか。そうだね、うん、はい、今後コレクターズ、いろいろありますよ、はいはい。アウトストアライブがあるんだね。16日か、はい、土曜日。小田君この後なんかあんだよね、居残りで。あの上野とさ、翔平と新年会、新年会ライブ。なるほど。コレクターズが銀南とやるのが1月18日。お、うん、24日は大阪アウトストアね。ピザラマン大阪24日か。そう、ピザラマンが2月7日、神戸バリット、はい、9日がレッドクロス。レッドクロスもソールドアウトでしょ。そうですね、うん、神戸の方も結構いい感じで。あ、そうなんだ、うん。僕のソロは岡田君ソロバンドツアー13日ウイスダニキネマクラブ、うん、21日仙台園、26日大阪ジャニス。おザ・コレクターズは今年、去年出てないんだっけ。出たよね去年も、熊本のハッピージャック。出てない、出てないんだっけ、うん、今年か、あれ一昨年。そうですか、うん、これ登場しますね。あのほらピンとこないナイトだから、ね、そうですね、うん、まあ3月までにしておきましょうか予定は、うん。まあ、4までも4月ですが、うん、ザ・コレクターズアニバーサリーライブ、はい、30周年、うん、エピソード1、エピソード1、これ次があるんだ。まあ単純にスターウォーズに乗っ取られたからね別にそこまで考えてないスターウォーズ的には何なんだけど、ジェダイの逆襲、なんか名前書いてあるジェダイの帰還、あれ3だよ。何、現代でいう6だよね、あれね。うん、エピソード1ファントムメナス。そう、昔からのやつか。昔からのやつは456123だよね。そうそうそう。で4がさ、我々が、うん、あのオリジナルのスターウォーズよ今。だからね、素人からするとね、素人からすると、ね、俺たちがね最初に見たスターウォーズっていうのは 4, な4なの。だから今ね伝え行くと、うん、発狂したくなるんだよ、あの分かんない素人にすると。なんで4からじゃ始めたの。だから違うんだ、後から足しちゃったの。全部で9あるんだよあれ。うん、でも最初一つかも分かんないし、うん、何となく4から作ったんだ、あれ面白いから。そうなんだ。123野球で言ったら4番バッターから打っちゃったってこと。そうですよ456で3部作やったら、うん、次は後ろに行かずに前日談を始まったの。で3部は何それ、よく分かんないね。よく分かんないね。だから今公開中は7だから、途中でね名前変えられちゃったんですよ。だから昔は何だったの、これ。スターウォーズで2は2番目や。だから帝国の逆襲だっけ、2番。帝国の逆襲で、ジェダイの逆襲でしょ。帝畜の逆襲だよ、これ。だ次やるとしたジェダイの逆襲でしょ。で今そのジェダイの逆襲もジェダイの帰還とか名前変わってるんだよ。ということは小田君、これ俺たちはエピソード1で次2はやるとしたら、うん、帝畜の逆襲みたいになるでしょだからエピソード1がさエピソード1がだからね野音だとすると、うん、だからスターウォーズ的に4から始まってるでしょ。これが4だとすると、うん、俺らだとマイナス3に書いてあるんだよ。マイナス3、うん、次なんか定畜の逆襲じゃないのライブハウスというか、やっぱりさ、ジャムとかね。あ、ジャムに行っちゃうんだ、うん、ずいぶん戻っちゃうねいいなぁ。そうでしょ、ね、ジャムパワーステーションやって、出戻りすんの。それでどっかやってエピソード1。なんだよそれ、それ聞いてたらエピソード1ってタイトルしなかったね。だから本当だったらさ、これさ、うん、2っぽくやればエピソード4でするけどね。そう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 、マジか。でもそうするとね、スターウォーズ分かんない人は、まあ、何のこっちゃなんだろう確かにそうだよね4ってじゃあ1と2と3はどこ行ったのって話になるもんね。だから本当だったらアニバーサリーライブっつってね、うん、それで終わってくんですよ。で10年ぐらいしたら、うん、エピソード1って名前変えちゃえばいいんだよ、後から。後からなんでそんなややこしい名前したかな。そうそうそうだってそういうことになっちゃうじゃん、スターウォーズ的に。そうそう、だからまあ単純にまあエピソード1ってまあさ、まあ、シーズン1ってことですよ。そうだね、なんなのそのスターウォーズって。そりゃ小太郎君があれだね、あんまり追わないの分かんねえでしょ。だからさ、うん、オリジナル見ようと思ってこの間も行ったんだけどさ、うん、どれ借りていいか分かんねえじゃないかよと思って。そういうことか。でジャケット見てもなんかさ、はっきりしないんだよ。あ、どういうことどういうことはっきりしないって。俺らが知ってるスターウォーズのさ、一番最初スターウォーズってチラシがあるわけですよ。うん、あるね、あるね、あれじゃないからさ。あれじゃないの。あれじゃないからね、ジャケットが。
それなんで何故変えてんの。いやもう全部統一性を図ってるんだよ。なんかマジかよ。これしかも変なテレビ版のスターウォーズみたいなのあるんだよ。なんか変なのシリーズある、ね、ウルトラファイターみたいなもんだよ。ウルトラセブンでウルトラファイトそういうスターウォーズもあるんだよ大量に。なるほど。で余計わかんないんだよ。もうブレたやつってダメだね。わかんないんだよ。しまいに今ディズニー行っちゃったでしょ。行っちゃった。これもディズニーコーナーで入ることになったから。なるほど。最後はね、わかんないよこれも。そういう人上手のね、うん、このブレなさね、うん、ブレなさ上手上手すごかったね。もうね、うん、やっぱ上手なんだよ。上手だよ。いやでもスターウォーズってインディーだからね。フィルムネットがインディーなんだ。ジョージ・ルーカスが作ったインディーの映画だからね。ずっと今までそういうことなんだ。今回初めてメジャー行ったんだよ。初めてのメジャーだってことか。インディーだってさまあそうだよね。オアシスだってインディーなんだよ。ふざけんなって話だよね。ラフトレードがインディーなんだよ。ほんとだよ。バージンだってインディーだよ。いろんなものがインディーがあるからインディーってみんな手焼きしてる時代じゃないんだからさ。日本のインディーと違うんだよ。キャプテンレコードじゃねえんだから。ふざけんな。 A ちゃんだってインディーなんだよ。そうだよ。ふざけんなよ。言い訳になんないよそんな。そうそう、まあ、ヤオがありますと。エピソード1難しいな。エピソード1今になってなんかまあ単純になんかエピソード1っていうとさ、うん、でも4月じゃん、うん、持たないんだよねエピソード1とかしてるから。なるほどね、うん、タイトルがね、うん、なんか含ませないとね。そう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 。なるほど、はい、まあ売り切れりゃいいよ。そうね、うん、あと晴れね。天気、うん、天気売り切れ晴れ。ヤオンやるたびに胃がキリキリすんだよ。もうこれだけでいいよ。これだけ何だっけ。十分でそんだけあれや。これでもこれ2週間以内に売り切れなかったらもう俺たちジャブに戻る宣言したよね。戻るよ、うん、それこそ本当にもうエピソード1エピソード以前に戻るだ。エピソードゼロ全エピソードゼロで戻っちゃったこれ。そうだよ。ダース・ベイダーの走りとかね。俺たちがディズニー買い取られるのはずいぶん先になるねこれ。なるね今いらないってやっちゃうからね。いらないってやるじゃん。そうそうか。このポッドキャストはスタジオ M 文字音楽誌ドーナツのサイトにあるスクラップメンマガジンからダウンロードできます、はい。写真館アップもありますね、はい、ありますよ、はい。P メールは bukuro24@gmail.com お待ちしております、うんうん、それではまあ今年も一つよろしくということで、はい、よろしくお願いします。ドゥザダウンロード。ドゥザダウンロード。池袋交差点24時。